血のように見える暗赤色の液体を繰り返しかき集め続けるこのロボットは、結局任務を最後まで果たせませんでした。このロボットはニューヨークのグッケンハイム美術館に展示されていた Can't Help Myself という作品です。作品に対する解釈は様々ですが、反対方向に流れ続ける液体を繰り返しかき集め続けるロボットの姿を通して、果てしない欲望を満たすため一生働き続ける人間を表現しているとの解釈が主です。時間の経過とともにロボットはまるで生きようともがくように壁やガラスに液体を撒き散らしました。しかし結局2019年に腐食によって動作を停止しました。絶え間ない努力にもかかわらず目的を果たせず命を終えるロボットの姿は、人間の虚しい一生を表現していると解釈されます。